これはね、日立の、ダンプですね。日立ダンプの、車でして、DH321 と言います。これは、主にダムの工事現場とか、すごく大きなね、ダイヤとか、まあそういったものを取り出すような洞窟っていうかな、まあそういう採掘場というか、まあそういったところで活躍するものですね。ですからまあかなり山奥に行かないとこういう作業する車ってのはあんまり目にすることがないかなと思うんですが、まあ普段からねそんな山奥には行かないので、まああんまりね活躍するところってのはあんまり見かけることはできないかなというところなんですが、まあその車ですね。でそれの日立って言うとね、家電の方で有名なんですが、まあ日立はこういうね、トラックとかバスとか、まあ、こういったものもまあ作っていたメーカーで、でそれで言えばそのね、バスじゃない、トラックなんかもね、まあ、作っていまして、でそれでまあこういうねでかいトラックも作っていました。でこれ長年ね昭和時代のトミカでね、まあ活躍していたもので、こうやってグーッと開けて、ドサーッとこうやってね、それでこう、ブーッとこう走る、非常にね、大きなダンプトラックで、なかなかこれもこれでね、まあ迫力のある内容となっていて、まあ結構ね、いいデザインにはなってるんじゃないかなと思うような車ですね。なかなかこの青い、柄と、色柄が非常によく似合っていていいなというふうに思っております。どうもありがとうございました。